こんなおっさんでも楽しんでるよってね、いうことを調理だけじゃなしにね、記憶に残ることも残してあげなあかんと。自分も後であれやれよかった、これやっとけばよかったっていうのは嫌なんで、自分でもやり残しないわっていう風に終わりたいな。なるほど。だから今こうやって言ってるけど、頭の片隅に置いとってくれたらいい。ただじじくさいこと言うんじゃないねんけど、これをやっとけって言うんじゃないねん。でも絶対踊り続けた時にね、僕らが言うてることが分かると思うんで。アッキーのこのマシンの部屋の回で、アッキーが吹きのことを話してるけど、オールドスキーナイトの中で一番印象に残ってるバトル、自分のじゃなくてユキとサトシ、サトシのね、一番印象に残ってる言ってたけど、ユキの中ではどうやったんですか。初めて、まあ40からインストラクターやったんや。これまで昼間の建築ずっとやってたんで、初めて教えた生徒がサトシやったよね、その時に。で、中学2年生まあ、そっからまあいつも年いって自分もバトルに出ようって思ってオールドスクールにチャレンジしたんやけど、まあ初めは30にだんだん上がっていって、まあ自分の中でサトシに当たりたい、アッキーに当たりたい。それはなんでか言うたら、やっぱ自分の生徒でもあったけど当たってみたい、そういうなんかこういろんな深い思いね、一言で言われへんねんけど思いがもう詰まってて、先輩としてバトルに出てる時は自分は高校一切やれへんねん、健康やねん。それはやっぱり恩返しね、勝ちたいっていうために高校に出るんじゃなしに、サトシとかアッキーとか自分の心を思ってるやつに対して感謝の気持ちもあるし、勝ちたいとかいう以前にここまでの こいつとやれることに対しての当たりたいっていう思いと恩返しとか、いろんな意味が重なってのバトルで、自分が先行で、サトシどんだけやんねんって返してこいよみたいな、お前帰ってこいよ、はい、それやったら俺先行行った意味ないぞ、返してこいって、はい、お前返したらもっと俺行ったる、そこの駆け引きかな。それは恩返しね、出てる限りはライバルでもあるし、勝利だけじゃなしにやっぱり勝とうが負けようが僕ら二人のゲームだと、はい、ジャッジもおるけど、その場面では二人の世界ですよ、一体そりゃそうよ、それそこで会話できとったらいいかなみたいな。実際にサトシとやってどうやったの、いや、あいつやばかったよ。アッキーもまあまあ言ってた通り、踊り方ね、あいつコントロールが上手でね、独特の雰囲気があって、あの時はね、やばんなぐらい若い時のサトシ、まだああいう踊り残ってるんやって言って、落ち着いて今風にサトシなりの進化の仕方の踊り方ってあるんやろうけど、そこにもまだ戻れるスイッチが残ってるんやみたいな、改めてなんかその凄さっていうか、あいつのね意気込みとか返し方とか、それがすごい嬉しかったね。だから別に勝った負けた僕ら二人の中で僕自身もそんななかったし、なんかあいつと戦いたかった。なるほど、そこだけかな。でもね、中2としてそうもうずっとね、そんなに成長してバトルで当たってっていう、なんかこれも先生冥利に尽きるよね。いやいや、もう嬉しい、あんだけ活躍してくれてね。言うたら悪いけど、雪龍二っぽくないやん。全然ない、僕はそういう押し方せえ、まれごとから入るけど、そっから自分を作っていかなあかんよって言って、僕はヒントになればいいって、僕のやってることが全てじゃない、でも習いに来てる限りはヒントになればいい、そっから自分の踊りせえと、見つけろって、自分の表現の仕方、これが心の叫びや思うしね、人それぞれのアートやろうし。続いてアッキーとやるやん。そうあのバトルはどうやった。あのバトルはね、正直言うてね、悔しかった。あ、そりゃ悔しかった。多分サトシに負けてもね、悔しいはあると思う、だけどいい悔しさやね、自分も前回にやったんで気持ちよく負けたし、予想以外にあっこまでいけたなみたいなね、自分の中ではようここまで俺この年でいけたなみたいな。いやもうむちゃくちゃ熱かったの見てて、しんどかったわ。でもいや、そりゃそうやで、しんどかった、もう二度の前途が思ったもん。渡ってやね、灰になってたよね、終わった時ほんまにもうこんななったよ、体全身がもう疲れて、成長の過程も見れて、自分を超えて活躍してるっていうのがすごい嬉しい、これが一番嬉しいかな。ジャパンダンスディライト、まずボリューム18、雪道場で。雪道場ね、雪道場っていうのはもうまさに生徒っていう。そう、生徒で茨城で教えとったね、サトシおるもん。そう、あれみんな同じように入って、僕は勝ちたいっていうよりも恩返しね、思い出と
生徒に対しての思いで勝ちたかったし、その中で頑張ってきたけど何もない人もおるじゃない、これで勝ってもう有名だったやん、胸張って言えるぞって言って言うようなものを作ってあげたかった。なるほど、ゆうたくんも出てる、出てる、そう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 、今も連絡とかあるあるよ、何かあったらたまに LINE はするね。でもルーティーン作るの嫌いなんやろ。嫌いやけど頑張るよ。構成とかああいうのね、エアロマがうまいね、テーマも絆やったよねあれ、まさにそんな感じやったかな。ボリューム20 OGS で優勝しました。コピーピートジャッジやったもんね、めっちゃ覚えてる。あれはねやっぱりあのチェリーさんの思いね、僕の中で、OGS で出たんは、生前生きてる時に一応チェリーさんとこんなことしたいな、若い子にこういうことしてあげたいな、こうならなあかんぞみたいな未来の話をいろいろしとって、後々 OGS で出ないと出たいな、チェリーさんそういう話だったよ。亡くなってチェリーさんがこうやってやりたかったな、こうやってくれとか思いは全部やった。チェリーさんが生きてたらチェリーさんも一緒にディライト出てる。出てる。100% 出てる。チェリーさんがお前ら出るじゃん。いやいやいや、チェリーさんが初めに僕に言い出したから夢を。それを僕がこんな思いやからやりたいねんって言って、OGS としてチェリーさんの夢やったからみんな出ようって言って、それがやっぱり、みんなに言うたわ。いやいや、チェリーさん生きとったら 100% 出てるよ。すごいな。なんかあの時絶対チェリーさんはどっかのポジションで踊ってるよ、そう思ってた。ダンスに対してすごいピュアな人やったから、そこはもう人生のバイブルになってる、自分の中でね。若い子に対しても偉そうにもせえへんしね、なんかあの人って。ということで、ディライトにはチャレンジしたよ。なるほど。いやでもチェリーさんが入った、いやあれはでもね、ほんまそうよ、ほんまにそう言うとったんよ。チェリーさんがさっきやったから、僕に居酒屋でね、よくそんな話したよ。嬉しかったね。チェリーさんの墓参りにすぐ報告した。ああそう。行ったよ、優勝したよって。ろうそくちょっと太いやつこうてね。でペンでかけるやん。優勝しましたって。ろうそくに書いた。兄貴優勝しましたって。ちゃんと報告したよ。喜んでくれてる思うわ。いやもうそれはもう、ねえ、ダンス好きな人やったから。将来の夢、将来から、あのね、将来の夢ってこんなん言うたら、まあまあもう一部には言うてるんやけど、一応ね、現役は60歳でやめようと。おお、そうなんや。そうそう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして雪商店もよろしくお願いします。